え、なんか変える？ご用件は何ですかな？っていうことは、あのポルコだっけ、あいつと戦いまくって、まずはデッキを強くした方がいいかもしれない。とりあえずこれ買っとく。コンドルジャンプ、アパートどこだっけ。アパートそこだ。ヒエちゃんと戦える。私を呼んでいる。最近自意識過剰な男どもが多くてね。もしかして仕事なら取り次ぐけど、それ以外。え、どこだ。亀道楽の歌が流れてる。この部屋上か。え、あ、犬がいる。あ、犬が見張ってんのか。犬に気づかれずに近づこう。見られとる。あっちゃダメだ、欲張っちゃいけないね。え犬が起きてる間物陰に隠れよ。あれセーフな。なんか長さがランダムな気がするな。ドキドキ。見張りなのに寝ちゃう犬。これ一気にいけんのかな。え、あそこじゃないの、もしかして最終的に行くところ。あそこじゃないな。そりゃ無理だ。もっと手前にあるじゃんね、亀道楽ポスター。どうやって取るんだろう。手裏剣。あんた、そんな取れた。そのチラシがどうかしたかい。見ない顔だね。最近亀道楽のチラシにいたずらする輩がいるって聞いたけど、その仲間かい。違います。何でも屋のおかげじゃないだろうね。まあ顔はあれだからわからなくもないけどさ。まあでもやめときな。ありゃとんでもなく面倒な男だよ。よほど根気強く待つか、それか強引に行かないと本心は見せないだろうね。いるんだよそういうのが。こっちがあれこれ気を回してやってやっと。あの私違うんで。じゃあなんだい。迷子です。でももう大丈夫。えん
なんかあれかな、亀道楽チラシを手に出た音的な。チャクラ、チャクラいいね。チャクラってあれじゃなかった、 MP 使わない。チャクラつけときたいな。ここ チャクラっておこう。ものにしとくか。なんでもやはいないよ。恋愛相談は順番待ちだよ。なんだか無駄そうだ。だいぶここあれだね、やることがたくさんある。びっくりした。残り5枚。そういえばバッテリアなかったっけ。こっちにバッテリアがあったよな。あ、子供たちがどうの。中堅スタンプのお使い始まり始まり。バウワンバウワン、僕の名前はスタンプ。今日は会長の命令で夕食のパンを買いに行くんだ。街に飛び出したスタンプはパンのいい香りを目指してずん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 と進みます。ミルクやハムやケーキには目もくれません。スタンプは自慢の鼻を使って街で一番のパン屋さんを見つけ出します。そうしてとってもいい匂いがするパンを手に入れました。任務を達成したスタンプは上機嫌。鼻歌を歌いながら基地へ帰ります。その途中スタンプは泣いているモーグリを見つけます。すごいね。どうしたのとスタンプは話しかけます。結構何枚か。お腹がペコペコくぽとモーグリは言いました。美味しそうなパンだね。じゃあこれを食べて。スタンプはモーグリにパンをあげました。ありがとうクポ。モーグリは笑顔になりました。トロフィーもらえんじゃん。そうして基地に帰ったスタンプはパンをあげてしまったことを隊長に正直に言いました。そうかスタンプ、君はとても立派なことをしたね。そう言って隊長は頭を優しく撫でてくれました。褒められたスタンプは尻尾を振って喜びました。めでたし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 。そのマント可愛いね。今日はこれでおしまい。おしまい。楽しんでもらえたかな。モーグリさん、もう終わり。モーグリだ。モーグリだよ。めちゃめちゃざわざわしてる子供たちが。体勢あったな。体勢モーグリさんもスタンプ好きなの。モグ姉ちゃん邪魔邪魔。ごめんごめん。ここなんか亀道楽、亀道楽ここないのか。子供子供たちが隠してしまう。すごい邪魔言われてる。あ、また始まった。これ登れないんだ。隊長の命令で夕食のパンを買いに行くんだ。街に飛び出したスタンプは子供たちどうのこうのって、あの
隙、あ、隙間はあれか、エアリスのとこだから。ミルクやハムやケーキには目もくれません。ちゃん邪魔。スタンプは自慢の鼻を使って町で一番のパン屋さんを見つけ出します。そうして亀道楽、土管通りがね、どこ。コンドルフォートいるな。わお、イカすなソロマント。バイ。セブンスヘブン誰かいるのかな。あ、じゃあ土管通りってこれか。あ、猫、猫が、亀泥棒、猫が持ってっちゃった。亀道楽の気配がする。あれ、なんか違うチラシ持ってる。ありゃ、この子じゃない。スタンプだ、中堅スタンプだ。これも違うな。ありゃ、この子じゃない。モーニンだ。焼き鳥食べてる。ありゃ、この子じゃない。私亀になりたい。あ、宝箱ある。カメカメカメ見つけた。うわ、走ってっちゃった。チラシゲット。え。そんな簡単にゲットできんの。これで残りが4枚。土管通りと34取ったね。掲示板、タラが廃工場、ふわふわ浮かんでる子供たちがどっかに。子供たちってなんかさっきんとこっぽいけどな。違ったね。亀道楽の音楽が鳴らなかった。立ち入り禁止。はい、入れちゃった。こっちは何もないのか。こうジョニーが連れてこられてた場所だね。今の段階でどこまで行けんだろうね。このエクストラとか全部やっていくと結構クリアまでに時間がかかりそうだね。こっちだ。どこかのバカが亀道楽のチラシを廃工場に隠そうとして襲われたんだ。あら、お嬢さんも廃工場には近づくんじゃないと。そりゃ行くしかねえ。連日の爆破で、こんな時、連日の爆破、こんな時。私、生でソルジャー見るの初めて。
モンスターに注意。亀道楽の歌が聞こえる。なんかすごいあのヘビーな感じだね。ここら辺にあんのかな。モンスターがいる。あ、ちょっと待って、アビリティ使えない。属性を変えることができる。何も選ばないと無属性なの。なんで忍術変換のところにコントロードの遊び方が出てくるの。見破る。氷。同じやつ。ベアラット、バイオラット、あ、うちも見破ったになってる。ベアラットがいなかったのか。で、氷にして、どんな問題。これなんか経験値が溜まってんのかな。熟練度、熟練度ちょっとだけちょっとだけ溜まってる。なんか最初から見破る使えるのがいいな。最初ちょっと貯めないといけないからね。あれ、どっち。ユーフィーちゃんのお通りだよ。わー、戻ってきた。戻ってはない。よいしょ。見破る。あれ、氷か。氷にして、痛い痛い痛い。じゃあ、あ、ちょっとしか回復しない。すごい回復量が。ファイラ、違う。これを使ってバースト。ウェポンのレベルが上がった。マテリアスロット、あ、増えた。
30% になってる。マテリア回復、回復つけとこう。チャクラがさ、こういう時使えないよね。なんか嫌なやつがいるな。今日って薬味？またね。やったな。やった。やったな。毒だぞ。氷。アビリティで氷にして、マジ？熟練度ボーナス。毒が。どれぐらいあれなのかな。あー寝てる寝てる。ちょっとちょっと状態異常が。あ、使えない。ハイポーション700しか。おりゃ危ない。で、アビリティで。お、なんか取得したぞ。もうちょっとでバーストするね、あれ。できるんだっけ。こっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃない。固定どうやってやんだ。お、チャクラのレベルが上がった。これでたたた、あー寝ちゃったよ。フライング、すごい食らうじゃん。毒があれだな。あー寝てしまった。やばい、何も使えないぞ。やばい、死ぬんじゃん。死んだ。多分こいつら倒さないといけないやつだよね。まだだ。いたたた。
毒にされてしもうた。クロスカッター食らいたくない。氷にして、大地になればなってはめれるんだけど、あ、二人同時にいけてる。あー危ね。ほら、はめろはめろ、こいつを。あ、よし、一対一になったぞ。アビリティ、それそれ、これめちゃめちゃめちゃはめれるじゃん。どうだどうだどうだ、お前らの、あ、倒した。どうだ、待ったか。すげえ苦戦したじゃんこいつら。亀道楽のチラシじゃなかった。先制攻撃、先制攻撃きた。これであのミヤブルがすぐ使える。ウェポン、あ、100% になったな、熟練度。したらこっち使うか。間違えた。どこだっけ、いまいちなんかあの装備変えるところが。マテリアを、まあいいか。あと行ってないとこどこだ。あった。見つけた。こんなところに。全回復。出口はどこですか。こっちかな。ご苦労さん。ご苦労さん。私、生でソルジャー。亀道楽の私を呼んでいる。あれ、こっちにもある。あ、そっか、掲示板に貼ったっつってたな。あれ？なんか隠れちゃってる。カメドオラク。
残り3枚掲示板543543を手に入れたのか。あ、で6も取ってるね。あれ、あ、これで、え、残り3枚。子供たちとふわふわ、あれ ?4 枚取んなかったっけ残り3枚。え、アパートと猫とタラガハイ工場、取って、掲示板の取って、残り、え、残り2枚じゃないの。あ、今更新された、びっくりした。多分そうだよね、今更新されて、あ、残り2枚あ、なんか取れてないのかと思った。子供たちが隠してしまったようでした。あと、ふわ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 浮いてるやつ、アバランチはウータイと組んでる。子供たちが隠してしまった。なんかよく見るとモブキャラ同じ人がいるっていう、同じ人探そう。あ、この人よく見るこうなんかボーダーリュックの人。いやー、こんなね、人一人一人作るの大変だよね。お、なんだこいつ、こいつあれじゃないか。お嬢さん、おっと、もしかしてマイフレンドと知り合いなのかい。あんた、シンラだよね。いかにも、私はローチェ。君は何かまずい匂いがするな。だが安心したまえ、今はプライベートだよ。友達を探しに来ていてね。どんなやつ？オーマイ、名前は聞きそびれてしまったね。私と同じ熱いハートの持ち主だよ。グレートな剣を背負ってバイクへの愛もグレートなんだ。クラウドだね。ねえねえ、それよりさ、コンドルフォートの相手してくんない？コンドルフォート相手をしてあげたいところだが、私の熱いハートは君にはまだ早い。もっと修行をしてきたまえ。ランク2とかかな。ちょっと止めようかな。話したいことがたくさんあるよ。聞いてほしいな、些細なことも。愚痴だって冗談だって泣き言だって、君には全部知ってほしい。話したいことが少しでも胸の中にもし潜んでるなら、無理して言う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう。見つかないと潤わないだろう。Take you
そばで心地よく響き渡るといい。